さあオリックスですけれども、今回の内容はオリックスが単独最下位になってしまったというテーマでございます。止まらない早すぎる3連敗ということで、今日ですね、西武と試合が行われたわけですけれども、負け越しが決まりましたということで、去年ね独走やったからなかなか3連敗とかなかったんですよね。最大で多分3連敗とか4連敗とかだったかなと思うんですけど、もう始まって、3連敗してしまったと、いうことでございます。改めて皆さんどうですか？僕も含めてもう全然予想だにしなかった展開でございます。まさかの、今日ロッテがねソフトバンクに勝ったということで、単独最下位になってしまいました。単独最下位になったのは中嶋監督がですね、途中で指揮を取った2020年以来ということでございます。初めてでございます。どうでしょうか、暗黒期に戻ったんじゃないかとか、不安になっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。改めて今日の試合についてちょっとお話をしながらですね、ちょっとポイントを何個かに分けてお話をしていきたいと思いますが、さあまず今日はどんな試合だったのかということで、まあ見てる人もいると思うんですがね、見てない人に向けてということで、3対0で敗れてしまったということでございます。もうたこ焼きみたいやね。福本さんの言葉を借りるとするならば、ほんとたこ焼きみたいです。オリックスね。もうゼロと。2安打では勝てへんね。これはもう3点取られたというよりかは、点よ。もう点取ろうぜと、いうことでございます。正直ですね、今日はシュンピーターが絶対にやってくれると思いました。ね、吉野がいなくなったんで、もう次は僕ですよと。僕の時代ですよと。言わんばかりのですね、なんか投球をしてくれるんじゃないかなとは。思ってたんですが、まあどこかで喋りますが、なかなかにペータが厳しかったというような展開でございます。スタメンはね、こんな感じということで、まあ2番に龍馬、熱いですね。その中でも3番にラオウね、ここが、まあ、中嶋監督が今日は新しい試みということでしょうか。気持ちは痛いほどわかりますよ。なかなか周りが、打てていない中でですね、ラオウは率こそですね2割7分3厘、まあ非常にいいですよ。3割バッターはマーゴだけということで、マーゴもそんな打席数立ってないですから、この2割7分3厘が非常に見栄えがよく見えるぐらい、他の選手がもろともね、まあ、不調に陥ってしまっていると、いうことでございます。だからね、このラオウにかけたいっていうのはすごくわかりますから、ポストしましたけど、試合前に。この主軸になってもですね、プレッシャーかからず打てたら、ラオウ、面白いぞと、いうふうに思っていました。そこに合わせてですね、このマーゴ、昨日ポストしましたけど、まさかですね、昨日の今日でスタメンに使われるとはということで、予言者みたいな感じになっちゃいましたけども、ね。まあ冗談はさておきですね。まあこういう負けがこんな時にですね、マーゴっていうのが非常に存在が大きいというか、まあオリックスのこういい意味で雰囲気を変えてくれるそんな選手っていうのは去年の日本シリーズでもうみんなも周知の通りかなというふうに思うんでね、どっかで使われるかなと思ってましたけども、まあ早速使ってくれたんで、なんかね、今年のサトシの考えがちょっとだけわかるというかですね、まあたまたまなんでしょうけども、すごくなんか意図をスタメンにしても起用法にしてもですね、何かなるほどなと、やっぱりなというようなことが多いので、まあ、見ていてすごくワクワクするようなシーズンでは、もう今でも全然変わってないです。そこはもう間違いないのかなとは思ってます。今日はライトに広岡選手が使われたというような内容でございました。まあ、そんな中でですね、まず、ポイント一つ目でいくとですね、ソフトバンクじゃなくて西武のですね、これ相手の先発竹内投手がちょっと物本だなと、まず言うことですね。もうさすがです。ドラフト1位外さないですね。まあ、ドラフト2位でね、地元の渡辺裕太郎投手をこう指名してちょっと時間がかかってみたいなのが、ありましたけれども、これね、ドラ1はまあなかなか外さんね。さすがですよ。やっぱり、竹内の前は高橋光成に始まって、今井達也であったりとか、住田千尋、ちょっと日体大のね、松本投手がこう人によって分かれるそんな感じかなと思いますけど、まあそれでもローテ入ってますからね。うちで言うと田島みたいなもんですかね。間違いないですよ。この三足って言われてるけど、このね、ドラ1をものにする率みたいなところは、正直オリックスに引け取らないと思うんですよね。で、竹内投手どうなのかなと、思いましたよ。で、他のね、トートセブン、下村投手だったりとか、常広投手でまだ投げてないですね。西舘投手も怪我してとか、草加投手もトミー・ジョン。すごいなんかトートセブンって言われてたんですけど、ほぼほぼなんか焼け野原みたいになっちゃってる現状ですよね。その中で竹内投手どうなんだよと思ってたんですけど、さすがですね、2023年の顔だなと改めて思いましたけども、えげつなかったですよ。で、4回にはですね、これラオウ、森、
トングーっていうね、3、4、5、まあ、ラオウ以外不調とはいえですね、3者連続三振なんですね。で、トモヤに関しては3球三振なわけですよ。こんな悔しいことあるかね、と、いうことですね。間違いなく、天敵ですし、去年もね、隅田投手、初めてでってことでオリックス苦戦したのも記憶にしております。まあ、なんで、まあ、天敵になるんだろうなと思いますが、まあ、今日は初見やからね。次当たった時はもう、ボッコボコにしてやりますよ。それぐらいやっぱ悔しかった。今なんか喋りながら思った。なんかね、やっぱり、褒めたたえてて終わるわけにはいかないよねってことで、もちろんけなすわけでもないですよ。何するのかというと、次当たった時にですね、もうボッコボコにしますよっていう、話でございます。全然行きますよ、そんなもん。舐めんじゃないよ、ということですね、プロを。もう全然行きます。次の対戦、ほんと心待ちに今からしてますよ。ぜひぜひ、ケイタも帰ってくるでしょうしね。ボッコボコにしちゃってください、次は。そして、もう一つで行くとですね、これ逆にね、ペータがかなり乱調だったんですね。あんま見たことないです、こんなペータ。去年もベルーナ開幕投手務めていてですね、まずまずの投球をしたわけですけど、その時もね、ちょっとやっぱ荒れ玉がっていうのがあったんですけど、どっちかっていうとワイルドピッチがすごく多かったですよね。で、その中で、今日はね、もうフォアボール、デッドボール、ワイルドピッチ祭りなんですよ。で、しまいにはですね、これ、2回にはフォアボールで1塁2塁にしたりとか、してるんですけど、まあ、盗塁もされながら、かなりピンチを広げていくんですね。で、フォークがもう全然今日はダメでしたよね。だから実質もまっすぐと、カーブっていうようなタイプでした。まあでも、ね、めっちゃ寒そうやったからね、もう白い息ハハハ出てたから、そこは大変だったのかなと思ったんですけど、まあ、ペータやからっていうのはちょっと思ったりはしてました。で、6回裏にね、もう3人連続ノーアウトでフォアボール出すんですよ。たまらんで。で、逆にね、ここまでやってて、よう言ってね、止まっとったなっていう、感じなんですよ。まあそれはね、ペータがすごいのか、まあセーブがちょっとチャンスに弱いのかっていうような、まあどっちかかな、あるいは両方かもしれませんが、今日は5回投げて99球、フォアボールが8個ですね。すごい多いです。で、三振に関しては5ということで、まあ、ペータにしてはちょっと少ないかもしれないですよね。それでも自責点2点で収まってるから、まあ、それはすごいなと思いますよね。波の投手だともっともっと炎上しててもおかしくなかったんじゃないかなと思うんですが、ペータに関しては今日ですね、もう全然初回の失点で切り替えることができなかったというふうに言っておりました。悔しいですというふうに言ってますし、中島監督がですね、昨日試合終わりにですね、ちょっといい感じに来てると、あんまり悲観せずに行きたいと、間違いないんですよ。まだね、やっぱこう他球団がね、勝ってるチームもあるから、なんか単独最下位って言いましたが、1位と言いましたけども、何試合まだ始まって一桁よ。ね。5試合ですか？そんなもう CS ちゃうねんから。日本シリーズちゃうねんからね。こっからですよ。もうマラソンで言ったら用意スタートのもう数分ぐらいじゃないですか。もちろん負け込んでるのは確かですよ。確かですが、1勝4敗ですか？もうこれがね、ゼロがお互いついてはちょっときついよ。10勝40敗やったらきついけども、1勝4敗でしょ。もう全然何の心配もしていないですね。で、その中で中島監督も、まあそういう風にポジティブに捉えてたんで、今日どうかなという風に思ったんですけど、まあ残念ながら打線の方が打てずにっていうことでしたね。ペータもちょっと、難しかったと。で、試合終わりにペータ良くなかったねと、いうことで、まあ、ローテーションに入るっていう覚悟があるんでしょうし、なんとかこう粘って投げようとしていたなという風に思いますけども、もう後手後手に打線がなってしまってるっていうのが、まあ一言に尽きるのかなというふうに思います。で、3連敗は避けなければいけないんで、まず明日、もうすげえわかるわ。1勝2敗でいいんですよ、最悪ね。いや、よくないよ。それやっぱり2勝1敗がいいけども、まあ意外も意外いけへんから、そういう時は1勝2敗のカードができるわけですよ。長い長いカードの中で。ただ、3連敗は避けたいですね。3連敗というか、3立て食らうのは、ちょっと避けたいのはすっげえわかるから、まあ、大丈夫だと思いますよ。時間が、解決してくれるんじゃないかなと思ってます。投打含めてね。で、正直ですね、投打に関しても、まあ、打線の並びとかですね、投手に関しても、もうちょっとですね、ボタンの掛け違いみたいなところがすごくあるんですよ。それもちっちゃなものが積み重なってっていうことなんですよね。で、ペータの代わりに投げた井口投手とかがですね、まあ、ゲッツー崩れで1点とか失ったんですけど、めちゃくちゃいい感じで引き死してるんですね。で、8回にマウンドに上がった高島投手なんかもですね、なんやったら回またいでるんですよ。で、これもね、すごいあんま見たことなくないですか？この時期に回またぐっていう、ただでさえ3連投禁止、ホワイト運用っていうような感じだったんですけど、まあ回またいでるんで、単純にリリーフ扱いしないんだろうなっていうふうに思いました。まあオープン戦の時とかね、
前で見てるみたいな話してましたけど、まあそこは変わらずですね、一軍でもロングリリーフっていうような立ち位置でいるんだろうなというふうには思ったんで、まあ2軍で先発調整するのか1軍でこのままロングリリーフやるのか分かりませんが、まあそういうところは変わってないっていうのはちょっと安心しましたよね。で、打つ方に関しても、まあ正直ですね、今日はポイントで言うと3つ目になるんかな、ラオウが3番に入りましたけど結果出ずにということでした。竹内投手がすごかったっていうのもあるんですけど、まあさっきも冒頭で言った通り下位打線でね非常にいい活躍をしてたので3番上げるのは全然わかります。はい。で、それだけじゃなくてですね、これ紅林選手がついに代打出されるっていうね、はい、西野さんが出て、最後マーゴがこうショートゴロをやってみたいなことがありましたけど、まあ紅林選手をねちょっと我慢の限界だったのか分かりませんが、下手したら2軍に落ちる可能性もあるわけですよね。野口選手守備がすごくいいですから、マーゴでショートやるのか分かりませんがね、ちょっとオープン戦があまりに良かったんでね、非常に期待値高かったんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、なかなかうまいこといかないですよね。はい。で、メンツ見てもやっぱ森さんとかはもうついに1割1分8厘になっちゃったということで、もう市外局番よ。がっつりね。はい。もうちょっと携帯の番号にならないように、お願いしますよと言いたいんですけど、ただ森さんに関してもね、守備が、これも X でポストしましたが、めちゃくちゃいいんですよ、キャッチャーが。2年目っていうこともあって、慣れてきて、オリックスの投手陣とのコミュニケーションも、まあ、すごく深まっていってってことで、めちゃくちゃいいんですよね。今日もすごいプレーありましたし。なんで、一番やっぱこう、二人になってるのがキャッチャーっていう部分だと思うんですよね。やっぱ打てるキャッチャーとしてっていう、ずっとやっぱキャッチャーにこだわりがあるような、選手なんで、その、ともやさんがですね、キャッチャーができてるってことは非常にポジだと思うんですよね。だからこう、打つ方がすごく良くて、キャッチャー全然だったら、結局やっぱ打つ方もそのキャッチャーに引っ張られて調子悪くなるっていうのがあると思うんですが、これ逆でしょ。打つ方が調子悪くてキャッチャーがすごくいいってことで言うと、守備から流れを掴んで勢いに乗ってっていうような感じでいけると思うので、正直ですね、頓宮はまあさておき、友や森に関しては外すような選手じゃないと思うんですよね。やっぱ使い続けないといけないと思うので、打席を立ちながら、積極的に振りながらなんとかなんとか復調していってほしいなっていうのが、まあ、個人的な望みだったりします。まあ、その中でね、散々ネガティブなことを言いました。まあ、唯一リリーフ陣がすごくいいですねっていう話をしましたが、それだけじゃないんですよ。打つ方もしっかりございまして、ね、最後にポジってやろうじゃないかということで、周平福だよ。もうすごいね。昨日も言いましたけども、今日もポストしましたけど、かっこいい。もう本当に、ストーリーがもうすごいわ、人生のね。で、正直ですね、正隆が抜けて、ケイタ、トングがブレイクをして、で、今年、龍馬帰ってきて、入ってきてってことでしょう。今までいろんな、こう、困難がありましたけども、西川龍馬の加入って、福田周平にとってはやっぱこう、むちゃくちゃ土俵際まで追いやられたと思うんですよね。その中で、連チャンでセンターでファインプレーで、しかも、今日はヒット1本、フォアボール1つということで、他がね、長打バンバン打ってたら、もしかしたら物足りないかもしれませんが、他は全然ヒットされていない中でですね、単打でも打てるだけでもやっぱすごい出塁率が高いのもすごい助かるということで言うと、がっつりもレギュラーなんですよ。福宗正杉の一角です。完全にね、今日も一番出てました。明日もどうでしょう、一番じゃないですかってなってきたらですね、ケイタ帰ってきても下手しい周平が使われる可能性ありますよ。ケイタが DH とかね、ファーストとか両翼の可能性ありますね。まあ、それぐらいちょっと立場を確立しつつあるんで、マジでかっこいいわ周平福田。これやからやめられへんね、本当にね。コメントでもありましたけど。そして、もう一つが、セデーニョね。もう全く一緒です、昨日のラオウと。もう全然一緒。代打で出てきてヒットなってますけど、正直、ラオウとセデーニョは今外されへんと思うんですよね。だったら、まあ、紅林選手外したんだから、まあ、頓宮もなんか外されるのかなってのはちょっと個人的に思ったりしてます。ってなってきたときに、まあ、わかんないですけどね。ラオウのライトっていうのはちょっと厳しいかもしれませんし、そろそろレフトに、西川龍馬ずっと置くのもちょっと負荷がっていうことで、レフトラオウ、DH 龍馬、そしてファーストにセデーニョみたいな、形でもいいかもしれないですね。ちょっと守備が見れないかもしれませんが、その辺はどうなのか分かりません。セデーニョの DH に出すんだったらやっぱラオウは下げないといけないかもしれないですね。守備考えると、まあ、なかなかに難しいですけど、まあ、それぐらい、セデーニョはすごく期待ができるので、勝ちパからしっかり打ってますからね。下手したら僕はラオウよりも、なんか、セデニーの方が使ってほしいなっていうふうに思いますが、できれば両方、共存してほしいですね。
ここはね、なんとかして、無理だったら、まあ、静電気を使ってください。これは、走塁ミスありましたが。ということで、どうでしょうか、オリックスについて、ちょっとこう、単独最下位になってしまいましたけども、僕はあまり悲観的ではございませんし、もしかしたらそういう人は結構いるかもしれないですね。ぜひぜひ、今のオリックスの現状について教えてください。はい、まだね、開幕5戦目ですから、そんなに焦ることなかれということでございます。ということで、改めて今日のお話いかがでしたかね。最後まで聞いてくださって本当にね、ありがとうございます。次回ももちろん、オリックスについて語ってまいります。明日は昼の1時からと、いうことで、試合終わりになんとかね、ダッシュで更新できればと思ってますけれども、ぜひぜひ、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。